お忙しいところありがとうございます。遅くなってすみません。ファッションさんが、もうすぐ参ります。先に始めさせていただきます。お忙しいところありがとうございます。今日は、ちょっと私花粉の症状がひどすぎちゃって、もう鼻周りも真っ赤真っ赤になっちゃってるので、ちょっと今日はマスクしながらライブやらせていただきます。すみません。もう今日花粉がもうほんとひどくて、皆様辛くなかったでしょうか。なんかまたまた T シャツ姿で、登場です。ありがとうございます。もう花粉もひどいし、なんだかいろいろで、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。じゃあ始めていきます。今日は、セミクチュールのボトム3方、ご紹介させていただきたいと思います。ですよね。本当に今日ひどくて、昨日まではそんな大した花粉の症状出てたんですけど、もう全然そんな大したあれじゃなかったんですけど、もう今日は朝からもうくしゃみとあれが止まらなくて、本当に今日はひどい。はい、じゃあいきます。まずこちらの、綿のワイドパンツからいきます。全く同じ、本当に同じ、本当に同じです。もう途中から薬飲んだんですけど全然ダメでした。ありがとうございます。こちらの綿のパンツはカーキの一色のみなんですけれども、オーソドックスな綿のワイドパンツって感じはしたんですが、ところがもう全然オーソドックスではなく、この上から来るこのスリットがポイントになっております。ここから巻き込むような感じで生地が折り重なっているので、スリットのようにこう足が見えるデザインになっております。こうやってかぶさっているので全然普通には全然見えないんですけれども、ちょっと歩いた時とか何か座った時とかにこうちらっと見える感じがポイントになります。今年は先週もパッションさんもおっしゃってたんですけれども、スリットがもうコートでもブラウスでもパンツスカートでもスリットがとにかく大注目のポイントになっておりますので、前がスリット深いタイトスカートとかも本当に注目しておりますので、このスリットっていうところをポイントにご覧いただきたいと思います。これ本当さりげない感じでいてめちゃくちゃ履くとかっこいいので、本当にこれはおすすめです。
でスニーカーで合わせております。で上に合わせたのはおなじみのピーラベントの T シャツとイスコデニムのジャケットなんですけれども、やっぱりこれこのまま全然着ていいんですけど、こうシャツのように着ていただくとまたすっごいかっこいいので、こんな感じでこれここがぴったりで着てらっしゃる方はもうこのままボタン留めただけでめちゃくちゃかっこいい感じになるんですけど、もしちょっとゆとりがある方とかはちょっと折り重ねた感じでベルトするとまたおしゃれです。そうなんです、パンツにスリットって新鮮。そうなんです、マレーラのシルクアセテートのひらひらっとしたワイトパンツもこういった感じの作りで、思いっきり足がちょっとスリット入ってる感じのものなんですけど、こういうちょっとエレガントめな感じでは今までもあったんですけど、こういう綿のパンツでカジュアルなラインでスリットっていうのがちょっと珍しいかなと思います。デニムのスカートでもそうですし、こういう綿素材にカジュアルな感じのものにスリットっていうのもちょっと今年は、要チェックかなと思います。それがねあるとないでまた全然違うので、ね、もうちょっと背がある方とかだともうちょっと効果的に見えやすいかなと思います。はい、でこのパンツは、ここが、ファスナーになっております。ちょっと今後ろで留めておりますけれども、サイズ的にはあ、お疲れ様です。やってるのも、いや、はい、やってます。9号サイズになります。お疲れ様です。お疲れっす。寒い。寒いですね、今日ね。あら、いいじゃん、それ。どこの？セミクチュールです。かっこいい。シラリ。お、どうした？ママの真似を。ママの真似しちゃダメよ。ぎこちない。はい。いやーね。スリットが本当にかっこいいポイントになっておりますので、はい、ね、いやー、おスリットだね。例のマレーラのパンツに似てるんですけど、はいはい、また素材感が違うと全然雰囲気が、ね、うんうんうん、ここまでイメージ湧かなかったね。あのパンツ評判いいからね、何回もこれをアレンジしてオリジナル作ろうかとか言ってね、似た素材をずっと探してて、こういう感じで発想の転換ができなかった。いいね、いいですね、はい、はい、ちょっと待ってね、写真撮らせてもらいます。ありがとうございます。はい、はい、はい、なら、かっこいいじゃない。かっこいいですよね、うん、面っていうところがまたいいですね、うん、で、こんな感じで留めることができますので、はい、さっき、ここのループにベルトを通してみたら、うん、むちゃくちゃいい、割といい感じにできたので、ちょっとやってみようかなと思います。このループって飾りかなって思ってたんですけど、まあ、通してもいけるなみたいな感じでした。飾りじゃないし意味ないじゃん。通したことなかった、うんうん、通しなさいよ。じゃあ、ホッシーさんに何回か電話いただいてて、ちょっとね、接客中だったもんだから、で今電話したらもう出ない。こんな感じで、でこれを、うん、このままぴったりでもいいんですけど、私の場合はちょっとカシュクール風に巻き込んで、ブームなのね、カシュクール風がね。マイブーム、ここがキュッとなる感じが、うん、ちょっとそっちがたごんじゃってます。はい、いいかなと思います。いいだな、はい、お、なんかかっこいい、良さげよ、良さげですか、うん、こんな感じでいけるかなと思います。おう、おう、なんか
ここも洋服が入っているので、うんうん、ちょっとごめんね、ここを切って、まあ一応入ったのが格好がいいかな。はい、はい、おー、このパンツかっこいいね。かっこいいですよね。うん、イスコのそのジージャンはね、当たり前のように素敵だけど、このパンツも新鮮さたるや、オーマイガッドで、うん、オーマイガッド、全然いやらしくない、はい、君だからかな、あ普通の感じの女性の方入っていただいたら、スポーティー軽快な中に女らしさ、はい、もうビシッいただきって感じだよね。すごくあの、うん、ね、オーソドックスな感じのように見えて、うん、あ、何この人めっちゃ、うん、いや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 、うん、トレンドに、ね、いや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 、ちょっとモードに敏感みたいな、うんうん、やられた感あるね、こういうの履いてる人見ると、はい、あっちゃー、失敗したな、やれゃよかったね、うちでね。で、この、トップスは、はい、こういった、うん、メンローンの、うん、ブラウスもいいかなと。マレーラね、あら素敵だな、あ、素敵ですよね、またいいじゃん、いいですよね、うん、こういった感じの、なんかね、これちょっと面白い柄が入ってるブラウスであったりとか、うん、この間もご紹介したこういうニットとか、うんうんうん、間違いない、マレーラのこういうニットとか、うん、あ、いいね、あ、いいね、女らしいね。ねえ、タラリンと着ててオシャレですよね、うん、スリットまで入っちゃってるし、上等な都会的な女らしさ、超都会的ですよね、はい、これとこれとこれで、うん、それにしてもモッチーさん今日目がトロンとして素敵ですもうきつい、うん、っていう話をしたら、そうそう、あの自由が丘の、うん、多分しんこさんだと思うんですけど、うんうん、私もきついって、うん、もうすごい共感、うんうん、していただいて、うん、いやだ、すごい嬉しい、してほしくないはい、こんな感じに、うん、俺は頭痛いわはい、うん、素敵素敵、それにしてもこのところそのティーラベントの毎回これで出てる T シャツいいよね、要するにこの時期だからこそ、はい、一味二味生きてる、そうですね、うん、夏になったらまあ別にどうでもいいってことないけど、そうでもないんだよね、この時期だからこの暑さのこのちょっと遊びの入ったね、はい、あの絵が生きてくる、はい、いろんなコーディネートにバッチリです、はい、そんな感じになります、うんうん、良き良きです、うん、で、しかしかっこいいなこのパンツ、リットがいいですね、うん、いや本当にこれはお色違いはあ、ないです、これだけ多分その色しかなかったんだと思います、あ、そうかそうか、まあそうだよね、値段がおそらくいい値段だよね、はい、こちら、うん、42,900円でございます、うん、ああいい値段だね、あのバッグさっき持ってたの他のにも持とうかなと思って、あ、うん、あこの感じもいいね、はい、はい、ちょっと待って写真撮る、はい、バッチリです。といったわけで、うん、はい、次のパンツに行きます。はい、はい、よろしくです、はい。今日はパンツでまとめんの？あ、今日はセネクチュールのパンツ3方です。お、すごい。例えばこういう綺麗なスカーフの方がいいです。あ、うん。こういうの全部、うん。あっちもこっちも行っちゃうと収集つかないから。そうですね。はい。いやいいなこのパンツ、スリットがいいですね、うん、いやマジでいいよ、きゃー、サイズ感はどうなんですか、履いてみて、私だとちょっと大きい、9号、うん、9号ぐらいかね、42? 9から9プラスぐらいだね、はい、7号の方だとちょっとウエストを詰めた方がいい感じですお見えになってたお客様さ、
商社に勤めてるのね。で、まだお若いんだけど、あの中堅の商社で、まだお若いんだけど役員になられたんだよ。で、それでやっぱり洋服ってその人を作ってくれますねって、謙虚な意味でやっぱりファッションの持つ強さっていうか、言ってもらってなんか嬉しかったね。狭くの服を着てるとって、自信を持てる以上に周りの見方が違うって。うん、ありがとうございます、ありがとうございます。ラブラレイトさん、今のパンツご覧になったら気に入っていただいたね、きっと。あの脇がラップのマレーラのパンツお持ちだと思うんですけど、あのマレーラの脇がラップ巻き込みになっているワイドパンツと同じような感じのセミクチュールの綿のパンツ、ちょっとかっこよかったです。あとでよかったら YouTube の方見直してみてください。それもかっこいいな。おお、なんか今日はじけモードだね。なんか鼻がつらい分、なんか、うん、もうこれもあれもやっちゃえみたいな感じになっちゃって、うん、あ、でもかっこいいんだけどさ、顔がいっちゃってるからな。そのファッションの躍動感っていうの、はい、軽快さがね、なんかアンニュイ。ちょっと待ってください、はい、すいません、はい、チーン。中国卓球チーム、あれはね、感激の鼻水だからね。モッチーさんのは花粉の鼻水かい、はい、それもいいね。うん、素敵、色合いが完璧っす。いや、それでいいんじゃない、うん、どっちもいいけど。いやー、これもかっこいいね。かっこいいですよね。うん、悪いけど、はい、こちらは、はい、この間あの自由が丘のライブで、うん、琴樹くんが、そうか、あれか、はい、ご紹介させていただいた、うんうん、カーゴパンツになります、はいはい。いやまさか半ズボンになんないよね。なると嫌かな。なんないです、ね。あ、よかった。ね、あの折り柄でちょっとストライプになっているもので、で、すいません、見えない。ね、ヘリンボーンの、そうです。無地のヘリンボーンです。ちょっと失礼します、ね。杉綾の柄です。ちょっと失礼します。はいはい、このような感じで、すいません、なんか乱暴なあれで、ちょっと折り柄になっている、はい、オフホワイトの、ストライプ折り柄の、はい、パンツになります、はいはい。でとにかくこれは、あの、うん、生地の厚みと、うん、なんかいい感じの重みがあって、うん、はい、重いわけじゃないんですけど、うん、重みがあって、うん、それがすごくこのパンツの良さを引き立てている感じがします。いいこの形が残らないとね、なんかかっこよくないんだよね、はい、そうですね。だからその形が残るような素材選び、はい、こういうところがやっぱりちょっと違うぞみたいな。で、裾は絞れんだ、はい、はい、でここから切り替えになっているんですけど、うん、ここにわざとタックも入れていて、はい、うん、ここから下が少しこう生地の分量がある感じになってます、うんうんうん、いや、ほんとすごいわね。で、あの今折り返してるんですけど、うん、裾は、絞ることができます、うん、どうやって絞るんだろう、うん、あ、ここですね、うん、そうそう、そこにボタンで、なんだろう、どういうことだろう、そこにボタンを入れ込むんじゃない、あ、なんか紐が入ってます、あ、紐入ってる、
じゃあ紐に引っ掛け引っ掛けだ。よいしょ。最初からやんなさい。まあそういうわけで大丈夫で、はい、はい、あのこれは絞ることができます、うん、はい、絞ることができます、うん、はい、はい、もうはいはい、もう皆さん何やってんだろう望月さんって感じで、はい、もういいよ、もう今日ダメダメで、はい、うん、はい、絞ることができます、はい、はい、できるのね、こんな感じで、はい、めっちゃかっこいいパンツでして、はい、うん、あのちょっと残念ながらサイズ感が合ってないのであれなんですけど、はい、めっちゃおすすめのパンツでございます、うんうん、こういうのはサイズ感合ってなくてもそういう風に巻き込んで履いてもかっこいいよね、そうですね、うん、そういうパンツって結構あるからカジュアル、はい、で上に着ている、うん、アンサンブルが、はい、マレーラの、うん、フリンジツイードリボンやんみたいな感じだね、まあ、そうですね、うん、リボンを、やリボンだね、編み込みのリボン、はい、ツイードのようなニットになっておりまして、これは、中がタンクトップのスリタイプのものになります、うんうんうん、これ結構あったかいので、うん、結構もう全然なんか着られる感じ、しっとりとね、ちょっとこれもアップで見ていただいてすごいですよこのニット、はい、すごい美しい、はい、あのニットです、ビューティフルです、またこの色がいいですよね、うんうん、これは1色だけ2色なかった、ブルー系が、うん、あるんですけどまだ中身は届いておりません、うん、こういった、ブルーグレーみたいなくすみ系のブルーがございます、うん、で、うん、でもこれを、うん、でもあのしっとりしてるのね、厚みがあるんだけど、うん、しっとりっていうかいい感じにね、はい、へしょって冷たい感じとか、そのリボンがあのパサパサしてないから柔らかいね、はいはい、すごく柔らかいリボンなので1枚で着ると全然あれなんですけど、はい、カーディガン重ねるとめっちゃくちゃあったかい、結局全部がリボンっていうかテープで編み込んでる感じです、そうですね、はい、いろんな何本も、はい、そうだね、種類がいろんな、うん、テープとリボンをあの編み込みしてます、とても美しいニットになります、うん、すごいねこれ、やっぱりこのぐらい凝らないと雰囲気って出ないね、シンプルなものってね、本当にすごい、うん、いい服って感じだよ、はい、贅沢よこれをカジュアルに、ね、うん、いい感じになります、良いかも、はい、じゃあお値段いきますね、マレーラのアンサンブルとてもおしゃれですねと、本当にすごいです、素敵ですよね、これね、いやすごいですよ、もう画面越しに相変わらずマレーラって、うん、すぐ分かっちゃう、そうそうそう、いやそれよりこのニットの質感分かるか、分かるんだ、すごい、はい、本当にいいですよ、本当にいいですよね、うん、このね触ってほしい、着てほしい、本当にふわふわしてね、ふわふわ、ひんやりとかなんかハリッとしたようなね、はい、なんかこうパサパサした感じが一切ないんだよね、ないです、しっとりしてんだよね、はいはい、しっとりも暑苦しいしっとりじゃないのね、気持ちいいしっとり、これもう本当にもう着れます、もう着れる、もう着れる、はい、でありがとうございます、ありがとうございます、うん、でこちらのパンツ、うん、こちらが52,800円です、はい、でこちらのカーディガン、うん、ブルーも着てみたらさ、何を喋ってんだろう、いや綺麗かったね、いいね、でも同系色ね、ブルーも綺麗だ、お値段はいたしますね、やっぱり、うん、するよ、高そうだもん、見るからに、テープで全部テープ、全部テープで編んでます。すごいですこれ。これがブルー系のカラーになります、はい、うん。ブルー系はカーディガンだけ？あ、まだ着てない感じだと思います。はい、はい、はい。
どっちもいいね。はい、はい、でこちらの、はい、カーディガン、はい、いいね、なんていくらだろう。結構すんの？いたしますね、やっぱり。もう忘れてたけど。はい、68,200円でございます。本当だ。そっちは？ニットが、うん、タンクトップバディね。はい。でもこれいつまでこのまんまおしゃれだね。おしゃれですよね。うん、襟ぐりといい、それの切り方といい。はい、もうこれだけで華やか。うん、こちらが42,900円でございます。いい感じ、この感じ、いい感じ。いいですよね。うん、すごく色もいいし、おしゃれに。そして、ラグジュアリーカムスラーの感じになっております。なんか、生かした女。生かした女ですよね、はいはい、確かに。うん、イケてるっていうより、生かした女だぜ。生かした女。はい、うん、じゃあ3型目いきます。はい、あ、間違えた、これもとうと思ったんでした、うん、はい、それお色違い売れたの？あります。あ、お色違いはブルー系か、あの赤とか。あ、そうかそうか、まあ、なんかこの色の合わせがいいかなと。はい、わかりました。で、次3型目、うん、はい、すごいね、セミクチュールは面白いね。うん、モードカジュアル1年通してね、しかし寒いんですけど、この3日4日お店はなんかスプリングコートがすでにすごくよく動いてます。皆さんもあれですかね、時期的にもうスプリングコートお召しになってお出かけとかなさっているんでしょうか。ちょっとそこら辺のリアル感がわからないんですけど、とにかくなんかスプリングコート、ディスプレイがどのお店もスプリングコートをウィンドウに飾ってる部分もあるんでしょうけど、非常にスプリングコートの出が順調でありがたいです。今は全般的に色もデザインもひっくるめてマックス揃っておりますので、何か欲しいなって思ってらっしゃった場合、ぜひぜひシマークご来店、あるいはホームページでご覧になってみてください。いつもありがとうございます。少々お待ちください、今着替え中です。次はどんなかな、どんなかな。おお、そのカーゴもかっこいいね。お、カーゴもかっこいいですよね。そうきたか、はい、お、なんかかっこいいね。足元はショートブーツ、レースアップの、あのブラウンの、あ、ブラウンのシマークオリジナルだ。おお、イケてるね。まるでかっこいい人みたい。あ、イケてるイケてる。それストールはもうないの？これないです。マッキンよ、はい、あ、ほんと？イケてる女してるね。おお、かっけー。ちょっとサルエルな感じなんですね。うんうんうん、あ、ちょっといいじゃん、そのポッケの位置も。はい。おもろ。おお、あ、いいいいいい。これは先ほど の、うん、あの白とは形が違うカーゴになるんですけれども、うん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 、折り柄でストライプは同じ感じで、うんうん、こちらはベージュになります、はい、シャドウストライプって言いますけど、あのムジムジで編み込んでる場合、シャドウストライプのヘリンボンですね。なるほど、はいです。はい、わお、かっけー、かっこいいですよね。でちょっとサルエルなんです、このあの股が結構深い、うん、あの下に下がってる感じがして、うんうんうん、さっきのものとはまた全然、うん、ちょっと違います。大丈夫、胴長には見えないから、どう見てもな。ですか、うん、そこまで、そうそう、腰があるようには見えないから大丈夫。大丈夫ですか。はい、全然、はい、かっけー、かっこいいですよね。すごい、もっとラフなカジュアルな感じ、うん、もうね、うわお、わおで
です。なんかスーパー堂々とカーゴです。スーパー堂々とカーゴ、うん、さっきのカーディガン着てもいいかもなんですけど、うんうんうん、そう思います、うん、あでもかっこいいじゃん。かっこいいですよね、うん、まあ力がないカーゴさん非力なカーゴさん非力なカーゴですけど、はい、非力なカーゴ、はい、すいません。おおちょっとかっこいいじゃない。いけてますか。いけてます。洋服の力いや本当に今日お客様がしみじみ言ってましたから洋服の力って大きいです。本当に、うん、こんな感じになります。でこちらは裾を絞るタイプではなく、うんうん、あのこういう感じで、うん、あその感じでもいいね。はい、こんな感じ で、うん、でも今はやっぱりちょっとその左側みたいに、うん、ブーツイン若干するかね。折り返すとか、うん、そうそうそう、この感じもありかなっていう、うん、うん、そうだね。もうちょい折り返すね。はい、ちょっと待ってくださいね、うん、ま、もう一人ぐらいしていいかな。うん、あその感じもいいと思います。私もシマークのお洋服からパワーもらってます。もう逆にもらってますうん、でもすごくあのいろんなシチュエーションでお召しのものか、うん、すごく考えられていらっしゃるので、ね、うん、おーねえちょっとかっこいいよ。かっこいいですか、うん、洋服の力です。あいや本当本当あのモッチーさんがかっこいいんだからやっぱりスーパー洋服の力よ、はい、うん、あその感じで折り返してもいいね。インもいいし、たごませた感じの最初の感じもいいし、ロールアップしてそこにちょっと分量持たせるのもいいし、はい、もっと短くして中にソックス、厚手のソックス履いてソックスをそういう感じで見せて、もうあと10センチぐらい、そうそうそう、短めのパンツで合わせても面白いね。ちょっと見てきてください。はい、昔のルーズソックスではないんだけど、イタリアの街角を見てると最近ロングブーツとかショートブーツのところにソックスの、5センチぐらい、あのルーズニットじゃなくて普通に厚手のソックスを出した感じで、で短めの、割とワイド系のパンツとか、あのあごめんなさい、うん、もしもしいいですね、こんな感じになります。すいません、はい、はい、うん、あ、なんか声が大きめ、あ、うんうん、向こうとか、あ、はい、うん、うん、ちょっと待ってください。今ね、ライブ中なので、また後ほどごめんなさい、すいません、はい、はい、明日、はい、はい、よろしくどうぞ、はい、すいません、あ、ごめんなさい。そのような感じで、で、こちらかっこいい、かっこいい、すっごいかっこいい、うん、こういう分量感ってないですよね、うん、うちも割とオーソドックスな介護は結構ね、ロブさんとかカタルパ、それでもちょっと癖は強いぐらいなんだけど、ここまで行くともう癖を通り越して、うん、もう単純に参ったって感じだよね。かっこよさ参り、もう本当にかっこいいって感じです、はい、違うもん、はい、どうしたって決まりますね。置いてて言うのもなんだけど、さっきもそうだけどね、あの買っていただいたお客様、やっぱいいのはいいわよねって言すんませんっていいのはしますね、そう、その通りって、しょうがないわよねって、やっぱり一番目について気に入ったのが一番高いんじゃしょうがないわよねって不思議って言われた、はい、はい、このパンツも高そうだもん。値段が、はい、こちらが48,400円。あ、なんか少し安心したって、もう狂ってるね頭がね、さっきの白いのよりちょっと下がってるって感じ、うんうん、かっこいい、かっこいいですよね、うん、で、そのカットソーがかっこいいよ、うん、ね、なんか単純に色とか雰囲気合わせてるだけなんだけど、良きかな、おしゃれだよみたいでね、うん、
こちらのカットソーが38,500円。うん、いい値段ばっかりやな。あ、すいません、なんか今日ちょっとお高めばっかり。本当だよ。はい、デニムのジャケットが28,380円でございます。はい、以上です、うん、以上ですね、はい、はい、今日はそのようなわけで、はい、ちょっとすいません、グズグズで、はい、あのセミクチュールのボトムを3方ご紹介させていただきました、はい、ね、ちょっとまだ分かんないね、ブルーの方がね、はい、ちょっといつ入荷か分からないですね、うんうん、あの日本にサンキさんに倉庫に入ってすぐデリバリー今してもらってるんで、はい、ちょっとまだ一つ一つの確認はできないんですけど、そう遠くない近いうち、明日入るかもしれないし、まあこの内外だよね、おそらくね、ま、全くわからないって感じ、うんうん、明日入るかもしれないし、うん、そうですね、1ヶ月後に1店舗と入るかもしれないって感じ、うんうん、ただ幸いなことに先ほど最初来てもらったやつがあの両方揃っているので、そのもう一回見ていただいて、もう単純にね、こちらの雰囲気の色違いなだけなので、こちらの色のカーディガンっていうか上着があれば、こっちの両方のシルエットで見ていただけるかなっていう部分の、入らないかもしれないし、いやいやそれはちょいちょいありますので、うん、そうそう、まあでもこれは入ると思うんですけど、ただおそらくご予定があってあるとしたら、うん、もうある方がいいと思います、うん、そうだね、正直なところ、ちょっと全然わからなくてですね、うん、すみません、これいいよね、このあの、うん、カーディガンもすごい、うん、いいと思う、お使いいただけますね、うんうん、その上から羽織ってみて、そういうプリントの上からこういうものってうるさいかなって思うんだけど、全然うるさくなくて合うと思う、基本無地じゃない？そうそう、前にもあった、うん、入んなかったの？そう、なんかボトムだけ着ててジャケットが入らなかったみたいなことありましたか、あるね、これすごいなんか使いやすいです、うん、ね、はい、いいね、やっぱりこれもうどう見てもいい素材感っていうのが、うんうん、うん、まあでも来ていただいたらこの辺のパンツとかね、ぜひ履いてみてください。またね、皆さんなかなか手持ちにないタイプのシルエットです、これはすごいです、はい、で履きやすい、うん、3本ともねすごい、このゆるさ感と、でもだらしなくない、はい、やっぱり物のレベルが違うので、かっこよさぜひ試してみてください、ぜひお試しください、うん、はい、はい、そのようなわけで本日は、はい、セミクチュールのボトム3方ご紹介させていただきました、はいはい、皆さんも花粉とか風邪ぜひ気をつけてください、今日は朝からモッチーさん死んでます今日はひどい、ね、今日はきついです、はい、まあそんなわけですね、はい、はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました、はい、ありがとうございます、次回は、はい、今日何曜日でしたっけ、今日月だよ、今日月ですね、うん、次回は飲みそ腐っていたの木曜日、水曜日、あ、水曜日は自由が丘、あ、そうですね、水曜日自由が丘ライブ8時から、はい、にあさってですね、はい、です、どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、じゃあ行きます、はい、This is the fashion、 ありがとうございました、お大事にですって、ありがとうございます、皆様も気をつけください、珍しいよね、君がこうやってへたるの、いや、きついですね、ね、今日、うん、ありがとうございます、本当に皆さんお気をつけください、今日ちょっぱやで終わってしまった、うん、ありがとうございます、でも当初さ、もっチャンネルじゃないや、あ、ゆっくり休んでくださいって、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、最初20分ぐらいでやってたんだよね、どんどん長くなってきたんだよ、欲張っちゃって、うん、そう失礼いたします、あれもこれもってね、そうなんですね、ありがとうございます。